安国神社の軍事博物館の優秀館の開店一型特攻兵器とは、選手を前提とする特攻を目的として発明、もしくは既存の兵器を改装した兵器である。特攻とは、特別攻撃の略称であり、必ずしも選手を前提とする、必死兵器のみではなく肉薄し、対象に爆弾などを設置する、決死兵器も指すため全ての特攻兵器を、 自爆兵器とするのは間違いであるが、決死兵器の中には、一つ爆雷のように事実上の特攻兵器も存在する。日本の陸海軍では、劣勢となった太平洋戦争末期に戦局を打開するため、体当たり攻撃、自爆攻撃を水中、空中で行う特攻兵器が開発された。日本の他にドイツにおいても特攻兵器は開発されている。 南北戦争において南部連合の技術者であるシンガーにより外装水雷が考案された。これは一つすると起爆する爆雷を先端に取り付けた佐王反潜水型水雷艇の前方に設置して敵艦艇に突撃するもので必死ではないが自艇も被害を受ける位置にあり実質的に特攻兵器であった。1864年2月17日 潜水艇ハンディが木造スループ船 USS フサトニックを沈めたがハンディも敵艦の箱に吸い込まれ沈没するなど危険な兵器ではあったが効果も高いため北軍も突き刺すことなく突くだけで爆破できる外装水雷を利用している陸軍日本陸軍では1944年春陸軍中央で航空関係者が 特攻の必要に関して意見が一致し、4式重爆撃機と99式、総発軽爆撃機を回収して、特攻兵器にすることを決定した。1944年5月、体当たり爆弾桜弾の開発のため、第三陸軍航空技術研究所に、特別研究班を設け、正木博所長が統括した。1944年6月25日、 減衰会議で、伏見の宮弘康をより、陸海軍とも何か特殊な兵器を考え、これを用いて戦争をしなければならない。戦局がこのように困難となった以上、航空機、軍艦、招集艇とも特殊なものを考案し迅速に使用するを要すると発言がある。陸軍の参謀本部総長、東條秀樹、海軍の軍令部総長、 島田重太郎はすでに公案中であると答えた。サイパン島疾患直後の1944年7月7日、陸軍参謀本部以下関係部門の幹部将校が、大本営近くの市ヶ谷で開いた秘密会議で、体当たり攻撃の導入論が強まり、特攻兵器の開発が促進された。8月中旬からは4式銃爆撃機。 飛竜と九と99式総発系爆撃機の体当たり機への回収に着手する。1944年9月5日、陸海民の科学技術の一体化を図るため、陸海技術運用委員会が設置され、研究の一つに桜団も含まれていた。1944年11月13日、特攻兵器に回収された4式重爆撃機による、不学隊が、 陸軍初の特攻を行う。1945年1月20日、航空特攻兵器、県の試作研究が開始する。1945年2月、赤号の試作研究が開始する。この他にも、一つばくらいのような事実上の特攻兵器も存在する。海軍日本海軍では、1943年に、すでに一部で、 特攻兵器に関する声が上がっていた。1943年7月頃、上英一郎大佐が飛行機による肉弾攻撃を行う部隊を専門家の協力を得て研究していた。その中に特殊攻撃機という専用特攻兵器の構想もあり、目標となる監視ごとに具体的な戦法と効果をまとめていた。この構想は当時、 大西田記次郎中将によって見送られた。また、黒島亀とは、連合艦隊主席参同時代に、モーターボートによる特攻の構想を軍令部に、語っている。黒島は、軍令部二部部長に就任すると1943年8月11日に、必死必殺戦法と、相いまつ、腐敗戦備確率を主張した。 特攻兵器の開発は1944年2月のマーシャルの陥落、トラック島空襲をきっかけとして、黒木博士大医から中央へ要望されていた人間魚雷の試作命令から始まる。脱出装置を予定して開発が始まったが、結局実現はしなかった。1944年4月4日、黒島亀と軍令部に部長が、 作戦上急速実現を要望する兵力を提出する。体当たり戦闘機、装甲爆破艇、大力魚雷の特攻兵器を含んだ提案であった。軍令部はそれを検討した後、市民用、回転、海流の水中特攻兵器の緊急実験を海軍省側に要望した。管制本部は仮名称を付して担当主務部を定め、特殊緊急実験を開始する。 1944年6月25日、減衰会議で、伏見の宮広安をより、陸海軍とも何か特殊な兵器を考え、これを用いて戦争をしなければならない。戦局がこのように困難となった以上、航空機、軍艦、招集艇とも特殊なものを考案し迅速に使用するを要すると発言がある。陸軍の参謀本部総長、 東条秀樹、海軍の軍令部総長、島田茂太郎はすでに公安中であると答えた。会議後、軍令部総長兼海軍省大臣の島田茂太郎は、海軍省に奇襲兵規則審判を設け、実行委員長を定めるように指示する。1944年7月1日、大森千太郎が、海軍特攻部長に発令される。 1944年7月21日、軍令部総長、島田茂太郎より、連合艦隊司令長官、豊田総務へ発令された、大会指431号に特殊機種兵器の、名前で、回転の採用が記載される。1944年8月、大田昭一将以来1081航空隊の志願、要望があり、 航空特攻兵器である桜花の試作研究が決定する。1944年9月13日、海軍省特攻部が発足。特攻兵器の研究、調査、企画を掌握し実行促進を行う。1944年10月25日、現地で簡単な回収を施した例式。 艦上戦闘機を特攻兵器として利用し、日本初の特攻である神風特別攻撃隊が行われた。1945年7月、東京帝国大学航空研究所の小川大一郎、博士らがラムジェットを搭載した量産向きの特攻機の計画を提案して、バイカの試作研究が開始する。イタリア海軍は、 第二次世界大戦中に自爆ボートの一種である MT 艇を開発、運用していた。ドイツ海軍もイタリア製の自爆ボートをドイツ海軍小型戦闘部隊で運用していたほか改良型のリンゼを導入した。日本海軍初の特攻では1944年10月20日に冷戦を特攻兵器に回収したものが利用された。 もともと班調爆撃訓練が行われていたために250キロ爆弾が搭載できたため、回収には爆弾発火装置を作動状態にするための風車よクらとメピアの線を体当たり直前に操縦者が機上から外せるようにするだけで十分であった。その後500キロ爆弾が搭載されるようになり、また艦爆その他も特攻に使われるようになるが、 これらも特別工作を必要とするものではなく、1945年に至っても爆走さえしていれば、特攻仕様に問題にするほどの工作は、不要だった。日本陸軍発の特攻で用意された、特攻兵器に回収された99式創発系爆撃機、4式重爆撃機は、機種に動爆装置を設け衝突すると爆弾が爆弾層の中で爆発する。 使用された爆弾は、海軍80番通常爆弾を99式に1発、4式に2発装備した。通信、酸素以外取り外した座操縦に変更し、操縦室は、風防ガラス以外開口部が閉鎖された。この最初の回収は、体当たりしなければ、爆弾投下ができなかったが後に、手動の工作を取り付けて、それを、 操縦席で引けば電磁器が作動し緊急時に爆弾が投下できるようになった。日本本土上空での B-29 迎撃には、機銃を外し軽量化して、性能向上を図った陸軍の二式単線、三式線、二式伏線などの無武装機が体当たり特攻用に改造された。海戦で用いられた艦艇には、数人で運用されるものは多くなかったため、海で使われた。 特攻兵器は基本的に新規開発されたかあるいは本来人間が乗り込まないものに人間を乗り込ませて使用された。一方、航空特攻では当初は通常の軍用航空機に爆弾を装備して行われていた。搭載する爆弾は250キロ爆弾を標準とするが、総発以上の機体には500キロ爆弾や800キロ爆弾も用いた。 戦闘機では、陸軍の一式戦、春、海軍の零式艦上戦闘機、爆撃機では、陸軍の99艘計、99重ね、四式重爆撃機、飛竜、海軍の99式艦爆、水星が中心に使用された。戦局が悪化すると、海上交通途絶による資源不足、空襲による、工場、交通機関、 住宅の被災が増加していく中で特攻兵器の開発と生産が最優先されるようになった。しかし体当たりを前提とした設計ではない既存の航空機は構造が複雑で高価であったため低性能でも威力や生産性を向上させるために特攻専用機が開発、準備されるようになった。ところが特攻専用機が開発された後も依然として 通常機が使用されたほか、偵察機、練習機などの本来戦闘向きで内定性能の機体まで特攻に使用された。そもそも航空機の絶対数が不足していたこと、練習機はガソリンでなく、アルコール燃料で稼働させられたこと、新型機は本土決戦用に温存されていたことなどが理由として挙げられる。百四十五年の沖縄戦の時期には、 数を揃えるために、陸軍の100式司令部偵察機、98式自家卿機、海軍の0式推定、0式水管、94式推定などの偵察機、陸軍の99高連、2式高連、海軍の機上作業練習機、白菊など練習機も、特攻用に爆弾装備可能に回収、実戦に投入された。さらに海軍省は、信用を、 感染ではなく、兵器として、戦時編成によることなく、部隊へ供給する形で特攻の準備を行っていた。特攻戦術は思わぬ利点をもたらした。通常の戦闘では、マリアナ沖海戦や、台湾沖航空戦のように、どんな新駅でもアメリカ軍艦隊への攻撃は、愚か接近すら困難であったが、特攻では、99式艦上爆撃機や97、 式艦上攻撃機といった一戦ではすでに通用しなくなりつつあった旧式機でさえも戦果を上げることができた。アメリカ側もそういう事実を踏まえ、こうした戦術は副用機やバルのような固定客の時代遅れの航空機でも作戦に使用できるという付随的な利点があったと特攻では旧式機でも戦力になると前向きに評価したことがある。 練習機でさえも、戦果を上げている部隊も多く、白木区は1945年5月28日に、駆逐艦ドレクスラー、1945年6月21日に、輸送駆逐艦バリーと中型揚陸艦 LS、LSM-59 の2隻を撃沈にし、他にも、命中機が出ている。未期間56機で、撃沈3隻は、 特攻全体の撃沈率を上回ることとなる。特に93式中間練習機による特攻は、1945年7月29日出撃の第三流個体が駆逐艦、キャラハンを撃沈し、30日にはキャシンヤングを大破させ、プリチェットに損傷を与えたほか、7機の損失で3隻の駆逐艦を撃沈破する戦果を挙げている。アメリカ軍は、 練習機による特攻の効果を見て、かなりの脅威と認識しており、特攻機対策マニュアル、アンチ、スーサイドアクションサマリーで大きく取り上げて、十分な警戒を呼びかけていた。しかし、基本的に練習機は、低速ゆえに、アメリカ軍戦闘機の迎撃を受けるとひとたまりもなく、初の白ギク特攻隊となった1945年5月24日に、出撃した。 菊水白菊隊20機は、戦火もなく全滅している。ありがとうございます。